皆さんどうもこんにちは、レムです。ということで、ライト実況パート4やっていこうかな。よければチャンネル登録、高評価、ツイッター、コメントよろしく。しゃあ、最初に言えた。つうわけでやっていくか。早速前回の続き、前回どこまで行ったかというと、エフィが、レオが集めれない情報を結構バンバン集めてくれて、あの兄弟がやっぱり吸血鬼として怪しいのかな、吸血鬼の一族ってことはほぼ決定かなと思います。そして、お兄ちゃんの方かな、まあなんとかリグファイヤー、お兄ちゃんの方が、昨日の夜、まあ、一個上のね、家の探偵が殺されちゃったんだけど、その時に外出してたらしく、その時に家出てないってレオに嘘ついてたっていうところからスタートかな。しゃあ、じゃあやっていくか。今日も早速、ちょっとこいつの周りを、もうちょっと、目回る。よし、やっていきまーす。じゃあやっていくか。レオに会えばいいのかな？レオは家にいないか。で、家にいないと、どうすればいいのかな？で、そう、ちっちゃいこと。ミルクティータウンってどこにあるのかしら？ミルクティータウンの、ミルクティー、話聞いてます？もう、クッキーに釘付け。どうしようかな？レオにこの情報、竜気体に情報を流せばいいかな？よいしょ。ここにいるよね。あれ？いない。あ、ってことは、家に行けばいいのかな？で、これも、今の赤いやつも血じゃなかったと。ラブベリーの実の、確か、果実の、なんだかんだ、とか。ここら辺だったよな、確か。オッケー、いた。伝えに行くか。てんてんてん。ねえ、それ、ねえ、それ読んでるの、なんて書いてあるの？ん？君はまだ、字が読めないのか。うん、頑張ってるけど全然。そうか、僕が少し教えてあげようか。教えて、教えて。うん。じゃあ、どれから、これが、タウン。やうん間違えたぞ。あー。焦らなくても大丈夫さ。ゆっくりと覚えていけばいい。ほう。ん？幸せじゃないんかな、こいつら。ん？君か。今は一人か？はい！そうか。あいつには何もされてないか？どうして？人とドラゴンが一緒に行動するというのはとても珍しいことなんだよ。あー、そうなんだ。ふん。君はドラゴンについて、自分についてどのくらい知ってる？わかんない。私のこと何も知らないや。あ、まあ、そうだな。仕方ない。そうか。それなら、私が知ってることを君に教えてあげよう。ドラゴンの謎も解けていく。そうだよね。だってさ、ヴァンパイアとかはさ、最初のさ、絵本とかで出てきたけどさ、ドラゴンについてはマジで何も分かってないもんね。お。角とはね。角だ。おうおう。君は自由に出せるか？出せるけど、疲れちゃうし、形も少し歪で出せるんだ。まだ不安定だということだな。基本的に力を使用するなど、以外には特に出す必要もないのだが、これがドラゴンだという証になる。美味しそうに食べるな。全部食べても構わないぞ。ケーキさんのとこのケーキ美味しいね。ケーキの、ケーキ。はい。ドラゴンにも種類はある。同じ種類のドラゴンは私の記憶ではいない。うん。君は、私はね、嘘を食べるの、味はわかるけど、嘘じゃないとお腹がいっぱいにならないの。なんでかな？それはまた特殊なドラゴンですね。ドラゴンが生まれるには何か特別な理由があるらしい。うん。僕たちでも調べてはいるが未だ分かっていない。ほう。ドラゴンってそんなにたくさんいるの？そうだな。ケーキ隊でも十数人保護している。ほう。保護？そうだな。守っている。守る？少し前にも言ったが、ドラゴンと人間が一緒に生活するのはとても珍しい。ケーキ隊も特別な集団で人と協力してはいるが、僕は人はあまり頼りにしていない。ドラゴンの卵は僕たちの持っている知識では高確率で人間の前に突然現れる。ほうほうほう。しかしその後は見せ物や奴隷として買収されたり人から奪われたりすることが多いの。うん、これはレオも言ってたね。奴隷？見せ物？人のために働かされる、大切に扱われないことで伝わるだろうか。僕も生まれた時にはすでに見せ物として檻に入れられていたよ。
ひって。え、しかし、隊長に助けてもらった。その後僕もケーキ隊に入れてもらったよ。ブレットのように、見せ物や奴隷として扱われているドラゴンの救出も私たちは行っている。どうしてドラゴンを？珍しいからか？私たちはドラゴンだから明確な理由はわからないな。だから、君のように一人の人を信頼し、行動を共にしているドラゴンは珍しい。ほうほうほう。あいつがその信頼に値するような人間だとは僕は思わないかな。ふん。全く信頼されてない、ブレット。君が彼、テオバルト・レオンハーツ。ほう、これが本名か、レオの。テオバルト・レオンハーツを信頼しているというなら、私たちは手を出すようなこともしない。ただ、人間と行動や生活を共にする上で、覚悟をしておいた方がいいことはある。いじめられないようにってこと？それもあるが、寿命の違いだな。ドラゴンは普通に暮らしていれば、かなり長寿の生き物なんだ。だから、君より先に彼がいなくなる確率の方が高い。私も経験したからな。暗い過去持ってんな。だから、もし君が一人ぼっちになってしまったのなら、私たちのところへ来るといい。その時は、彼に代わって私たちが君を守ろう。わかった。とても寂しい気持ちにさせるようなことを言ったが、それはまだ随分先のことだろう。それまで、大切な彼といる時間を、1分、1日、1分、読み間違えた大事なところを、それまで、大切な彼といる時間を、1日、1分、1秒と大切にするといい。あ、うん、パパ、大切にする。ねえ、さっきの、テレバレレパンツみたいなの、パパの本名、パンツ大好きだな、お前。パンツ大好きじゃん。テオバルト・レオンハーツ。まさか、彼は君に本名を教えていなかったのか。テオバルト・レオンハーツ。なんか痛々しい名前、ありがとう。なんか言ってたよな、誰かも本名は痛々しい名前だって。あ、長話をしてしまったな。応援しているぞ。パパ、か。うん。あいつ、自分を父と呼ばせているのか。みんな言うよね、なんかそこ疑問に。僕はあいつが嫌いだ。人間があまり好きではない。しかし、もし君に何かあったら、僕は君の力になろう。うん、ドラゴンも信頼してくれてるみたい。どうした？もう少しお話ししたい。そうか。ブレットは先ほども話した通り、生まれたその時から見せ物として扱われていた相当壮絶な過去。でも君、体調にも結構ね、なんか暗い過去がありそうだけど、体中傷だらけだったから、拷問も受けていたんだろうな。はあ、拷問やばいな、相当だな。保護した後も、なかなか私たちに心を開いてはくれなかったよ。長い時間はかかったが、今ではとても頼りになる存在だ。隊長さんは、ああ、私は長い時間を生きれるドラゴンで、その中で大切な人がいた。私の前の隊長だ。前の隊長人間だったんだ。記憶は曖昧だが、私の卵は彼女の前に現れたらしい女性。女性なのにとても勇敢で素晴らしい人だったよ。彼女はもうすでに寿命でこの世界からいなくなってしまったかな。寿命なんだ。事件とかじゃなく。しかし、出会わなければ、良かったとは私は思っていない。出会わなければ、きっと景気隊に入ることもなかったし、こんな感情を持つこともできなかったからな。だから、君の大切な人との時間も大事にするといい。失ってからでは間に合わんからな。てんてんてん。うん！いいね、いい返事だ。そうだ、これをあげよう。私はあまり食べないから、予想してあげる紅茶クッキーだ。アメだ！隊長さんありがとう。全然違った。アメでした。アメもらいやしたーん。イェーイ。あー、これかな。チェリーキャンディー。あ、やべ、なんか、あ、もうソースにならないから無駄遣いしちゃった。もう。何も入っていないと。お、レオ、ここにいたのか、チビ。レオ、十分遊んだだろ。何かあったか。これで、こうがほにゃほにゃで、なるほどな。この写真と、あとのはメモしておくか。これがあれば大丈夫かな。何をするの？ちょっと嘘つきな。あ？ちょっと嘘つきなお兄さんとお話をする。行くぞ。エフィーナが必要だ。ねえ、レオ。なんだ？レオは私のこと好き？俺の好きなもの、三つあげてみろ。ん？お金とお酒と女！正解だ。クズじゃねえか。私も女だよ。
お前はガキって言うんだよ。じゃあ私のことを嫌い？嫌いだよ。バカ、嫌いだったら今いろんなところまでお前を連れ回してるわけないだろ。ツンデレ、いいね。そっか、嫌いの嘘だから好きってことだよね。私も好き。まあそれも嘘だけどな。どっちなの？嘘の嘘の裏の後ろの裏の嘘の裏の嘘の後ろの裏の後ろの裏の表の後ろの裏の反対。嘘の嘘の裏、行くぞ。天の邪悪だなこいつ。何好きって言ってやれ。行こう。最終決戦だ。うん、多分違うけど最終決戦だ。やっていくぞ。シャークビニの定評がある私でございます。おっと失礼。もう暗くなってきたので眠気の方が。嘘だろこれも。少しお話をしたいですが、今大丈夫でしょうか。ああはい。少し頭が回らないかもしれませんが、探偵さんの頼みですからっていう予防線どんどん張ってくね。探偵？レオさ、よかった。それではお昼に教えていただいたことをもう一度確認させてください。それと悲鳴が聞こえてから外出されたかも教えていただければ。昨晩は本を読んでいて、いつの間にか寝てしまって。寝てたね、確かに。悲鳴が聞こえてからは人の悲鳴が聞こえて飛び起きました。そして家の鍵を閉めましたね。外には一度も出ていません。狼が家に帰ってきたら危ないので。嘘を吐かれましたね。説明はこの処理の後にしてもらいますよ。嘘の匂いはするけど、私はわかんない。困ったらメモを見て、自分が聞いたことを思い出せ。レオは答えわかってるのに、なんでいつも教えてくれないの？そうしないと、お前はいつまで経ってもバカのままだぞ。わかった、頑張れ。処理すっか、全部嘘だろうな。家の鍵閉めた。あ、これは本当。家の鍵は確かに昨日閉まってた。これは本当だ。一度も出てない。これは嘘。わかるよ。嘘レベル200。これ倒せるか？ちょっとスキル最初から使っていくか。あー、ちょっとレオの SP がないな、スペシャルポイントが。ちょっとじゃあ、ドラゴンアイ。遠吠え。吠えて、力を上げ。ちょっとじゃあ、ドラゴンアイ、みんな持ってみますか？一回やってみよう。小さなそのアタック。70いいね。硬くなったレオ、硬くなったボイ、よくよく。よしよ。もう一回ナイフちょっとやめとくか。一旦ここを温存で攻撃。そして、フィーナは、ファイアでもやってみますか。ゴー。3。全然痛くない。レオ、68いいね。48、オッケー。そして、レオも2回攻撃したね。確率で2回攻撃なのかな。経験値70。うまうま。おいしい。レオが小さな巣を習得した。オッケー。やっぱ嘘だったね。これ当たりだった。いつの間にか、寝ていた。これはどうなんだ？これ本当な気もするけどな。寝てたしな、本当に。狼は、危ない。狼は、確か、虫ぐらいしかいないって警備隊の隊長が言ってたよな。嘘だな。小さな巣、HP5 を使った。嘘をついてスペシャル回復。いいね。HP 犠牲にしてスペシャル回復するのいいね。じゃあちょっと遠吠えで攻撃を上げていこう。21痛えな。落ち着いた。SP 上がった。量が強くなった。フィーナー強くなった。アタックしてみましょう。フルアタックで一回やってみようか。身守ってるぞ、相手。15球。15、8。まあか。もう一回攻撃してみようか。これさ、攻撃力上昇はずっとなのかな。65、34強い。あ、9。まあ、いいね。やっぱ装備固めたら強いね。レオンのレベルが1上がった。トリプルナイフを習得。いいね。エピのレベルが1上がりました。オッケー。やっぱこれで終わりだね。オッケー。ちょっとじゃあセーブする。合ってたね。情報をもとに。ちょっとした推理要素もありつつ。いいね。楽しい。昨晩、キースさんが外出する姿を、あなたの妹さんを見ています。あなたの妹さん、おとなしい性格で喋らないと言いましたが、彼女がこの子に話してくれましたよ。なるほど。それに、妹さんも喋らないようにも、外に出ないようにも言ったのはキースさんらしいですが、キースリグファイヤーだな、こいつの名前は。思い出す。しかも、外、街の周辺には、
動物の姿は全く確認できませんでした。狼なんてのもいないんですね。これはなぜでしょうか。危ないからですよ、外は。特によその人がいるときはね。実際に見ているでしょう、人が襲われた姿を。あんな姿を彼女には見せられないし、教えることもしたくないですから。悪いなこいつ、ちょっと嘘ついてるね。嘘に嘘を重ねるか。それでは、あ、違う。それではヴァンパイア伝説について、こちらも知らないとおっしゃりましたが、図書館にあったヴァンパイアのことが記された本、日記でしょうか。そちらに記されていた名前はジェイルリグファイア、つまりあなたの血縁者では。そしてこちらの写真にはそのジェイルさんに加えてキースさんと妹さんの名前も裏に記されています。こちらも妹さんには昔の記憶は残っていないと伝えていたそうですね。ええ、それは確か僕の父の名前ですよ。それは確かに僕の父の名前ですよ。じゃあヴァンパイア伝説は本物ですよ。確かに僕たちはヴァンパイアの一族の末裔です。それで、ん、それよりあなたたちはこの町から早く出なくてもいいのですか。は、は、それはどういう。今夜は夜が深いですからね。夜になったか、本性現したね。いいぞいいぞ。エフィ、レオ、これは帽子穴と同じ。あいつは外に出ていくのを見たよ。ものすごい速さだった。捕まえられなかった。いや、いい、早く追いかけんとな。ケーキの方は大丈夫だろうが、羽の方が少し危ないかもな。オッケー、羽の方ね。羽の、ちょっと、鍵かけちゃってるのかな。オッケー、じゃあちょっと、ケーキの方は大、は？鍵は壊されて。ずいぶん頑丈だな。なんだろう、慣れてる感じだね。鍵かかってたんじゃなくて、鍵壊されてたんだ。なるほど、なるほど。ちょっと貸せ。え、それ私の服の裾！前が見えにくいからな。ああ。ああ、服ベットベト。裾ビリってやべてのか。もう。次の街に行ったら新しいの買ってやるよ。いいよ。ケーキの隊長さんたちが羽と合流できていれば一番安心できるが。他に出口があるかな。まあ商売がたきと言っても亡くなられたら困るもんな。一応身内だから。他に出口、うん、俺はここしかわからない。ここが裏口だということしかわからないぞ。これ裏口だろ、絶対。違うか。それか、あれか。いつも何を読んで。ヴァンパイアを殺す方法？こいつもしおりが挟まってる。心臓に杭を打ち込んだり、首を切り落としたりしたりか。首を切り落としたりか。それ、確かキースさんが読んでいたやつだよ。どういうことだ。あいつの部屋にも何か。確かあったよな。部屋にも本。これかな。ヴァンパイアを殺す方法、殺されないために頑張ってたってこと。どういうことだ。本だ。しおりが挟んである。これもヴァンパイアについての本だな。ヴァンパイアは日の光に弱い。これは本当なのか。かなりのダメージを食らうようだ。だから昼は外に出ていないと。でもあいつと初めて会った時は。そうだよな、あいつ外出てたよな。え、ってことは妹さん、本当のヴァンパイアは。かなりの嘘吐きのようだな。俺の予想が正しければ。ん、あいつの妹レイチェルは大丈夫なのか。ね、よその人がいるときは部屋から出ちゃいけないって、ずっと出ないって言ってたよ。話が聞ければいいんだがな。斜めに少しずれてるの関係ないか。ちょっとじゃあレイチェルの部屋ノックしてみますか。
ダメだよ。そんなんじゃ、レイチェルちゃんが怖がっちゃう。ガーンって無理やりやったね、今。レイチェルちゃん、ちょっとお話しようよ。ダメだな。寝てるのか。あまり時間がないかもしれない。嘘が溢れてきたな。抱えきれなくなってる。なるほど。抱えきれなくなってる？嘘が、こぼれる、溢れる。完全に嘘をついたら面倒なことになるぞ。完全に嘘に疲れたら面倒なことになる。嘘に疲れてる。溢れてる。それなら、減らさなきゃ。食べなきゃ。食べましょう。食べましょう。フルアタでいける気がすんな。ミス、オッケー。48、22、30、23。オッケー、オッケー。攻撃でいけるね。SP はちょっと温存していきましょう。見守るとマジで意味ないぞ。一人だからあんまり見守られてもそんなに不利益被ることがないから。ただ攻撃加えられる。オッケー。SP70。いや、こいつだけ異常にやばいぞ、多分。こいつだけそろそろ巨大化するぞ、多分。お、60だ、HP。こいつザコだ。オッケー。こいつザコだったね。レベル上がった、オッケー。ちょっと、レベルが66、オッケー、いい感じだね。ちょっと、アイテム食べますか？レベルも上がって、ちょっとずつ、HP がなくなって、やべ、無駄にこうじゃなくて使っちゃったかな。ちょっとセーブするか。一旦セーブして、オッケー、じゃあやります。レ、わ。フルアタック、とりあえず、嘘が溢れてきちゃってるね。どう、レイチェルがどういう関係なのか、その、キースとっていうのがまだちょっとあんまりつかめてないから、トリプルファイヤーを習得。オッケー、いいね。3倍だね。トリプルナイフ、トリプルファイヤー。片付いたか。ん？これは。どこの鍵かな？鍵のかかってる部屋は。鍵のかかってる部屋！いいじゃん。大野くん主演の。最近再放送やってたね。ねえ、レオは死んじゃったり、しないよね。なんだよ、突然。レオも死んじゃったら、私ね。いいか？お前は黙って後ろをついてこい。あとは俺が守ってやるよ。かっくー！うくーくー！よし、やってこう。うくーくー！今の音、ごちゃごちゃの、あれは面倒だからな。避けて進むぞ。ここじゃないんだもんね。避けて進む。オッケー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 。避けて進もう。当たっちゃダメ。ちょっと当たってみていいっすか。一回セーブ。一回セーブするから一回当たっていい？あら。あら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 。無理ゲーってやつか。なるほど、なるほど。いやー、トリプルナイフで、ちょっと、減らしていくか、真ん中から、スキルは、ちょっと硬くしますか？トリプルファイヤー撃てないか。トリプルファイヤー撃てないのでかいな。一旦見守ろうか。15。くぅ、硬い硬い。オッケー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 。あ、どうだこれ。200からのやつの攻撃しか受けないぞ。どうだ。オッケー、一体倒した。オッケー。ドラゴン Y、レオ硬くなった、エフィーノ硬くなった、いけないこれ。ナイフでちょっと60のやつ仕留めますか。で、アタックでちょっと同じヘイト集めていって。どうだ？オッケー、ナイス。アタック、エフィーノのアタック、オッケー。防御上がり続けてる。ちょっと小さな嘘吐きます。一旦回復します。で、ちょっとこの32のやつ、殺しまくるか。オッケー。あいつアタックだから。オッケー、ナイス。え？勝てる。死にさやせん。ああ、防御か。でも全員持ったら意味なくね。おー、オッケー。ではナイフ投げた、26。くっそ、これ、SP 使ったタイミングで見守られるとちょっと痛いね。いけんちゃう。レオナイフ投げた、105ダメージ。素晴らしい。40OK。あ、なんだよ。あ、まあ、厄介なだけで倒せなくはないっていう感じなのかな。ちょっとさ、アイテムで、HP、あ、まあ、ちょっと、キャンディ使いますか？一旦。念には念を。
ケー、もうあとアタックでいけそうだけどな。オッケーオッケー、ちょっとじゃあアタック連打で倒しきりますか一旦。オッケーオッケー、まあ確かに厄介だね。あのごちゃごちゃのやつは7体ぐらい敵が出てくるんだね。確かにちょっと危ないね。うん、まあでも、なんていうのかな、装備も結構固めたから、落ちてるやつで。そんなに痛くないね。5ずつしか食らわないし、60HP のやつからは全然食らわないし、って感じで。あ、レベル2上がった。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？よかったね。大きな嘘を習得。オッケー。完璧な回復かな。FP のレベルが2上がった。オッケー。セーブします。じゃあ、オッケー、余裕出たね。こっちかな、やべ。こ、おっと。無視していいっすか？ちょっと無視します。ここだよね、多分。当たり。ん？当たりたな。ん？これに関してはさ、違う。なんかさ、俺パート1でさ、なんか、それがだがな、みたいなさ、よくわかんない日本語使ってたじゃん。あれ、ただの読み間違いだったよね。それがだな、だったもんね。うん。ちょっと、見返して気づいたけど。これは、当たりだなだよね。当たりたな？それとも、当たりたなっていう単語？いや、絶対当たりだなだよね。うん。ここでそんな引っかかるやつ、そんないないと思うけど。当たりだな。おーっと？おっと？一旦セーブしよっか。一旦セーブしよう。セーブマンなんで、俺。ぐちゃぐちゃだ。お、棚、本棚。あの本の破られたページか。しまってたんだね。血だらけじゃん、この部屋よく見たら。我が一族は、人と交わり、その血は、だんだんと薄まってきた。だが、ヴァンパイアの血を濃く受け継いだ。受け継いだ子孫が、わずかな確率で生まれることがある。それが、おそらくキースではない。日の光に当たって大丈夫だから、キースではなく、レイチェル。純血ではないので、地下の制御も不安定であり、自分の知らないうちに人を襲うこともある。人との共存はかなり難しい。だから、この町に移り住んできた代から、ヴァンパイアの血を濃く受け継いだ子供が生まれた場合、早めに始末する掟が作られた。ほう。私の間にも子供が二人生まれた。そして、一人がヴァンパイアの血を濃く受け継いで生まれてきた。これはじゃあジェイルの本かな。まだその力には目覚めていないが、その日が来るのも遠くないだろう。だが、私は、あの子に手をかけることができなかった。妻も、二人目の子を産んだ際に、命を落としてしまった。私は、これ以上何も失いたくない。明日、住人の人間に相談してみようと、相談してこようと思う。今日は、夜が深いな。夜が深いな、かな。夜が深いな。血が濃く、完全にヴァンパイアに目覚めたのは、もう片方は異常なし。つまり、あの兄弟の片方だけがヴァンパイア、そういうことだろうな。どっちかは血を吸わないってこと？反対に、どっちかは血を吸わないと生きていけない。この町の住人や、動物は全て襲われたのかもな。だからいないのか。狼も、もしかしたら前はいた？誰？警備隊？隊長の命令だ。助けに来た。え、お兄さんどこから？僕は影のドラゴンだ。おお、お前！お前、フェアリーテイルか！僕は影のドラゴンだ。それか僕は影だ。黒子のバスケだな。障害物などは基本無視して移動することが可能だ。おい、副隊長さん。この屋敷には女の子もいるはず。いるはずなんだが、そっちはどうした？女の子？この屋敷はこの部屋を最後に訪れたが、いるのは君たち二人だけだぞ。なるほど。じゃあ、そういうことだな。俺の推理は正しそう。レイチェルが濃く受け継いだ方で、キースはおそらく、なんだろうな。何かしている。見守りか、何かをしているな。それとも証拠隠滅か、何かをしている。レイチェルちゃんが、いない？隊長さんは？情報屋の二人を緊急避難させて、外の見回りへ行った。危険だな。おい、さっきから何をブツブツと。早く外に出してくれ。その後は情報屋のところに行って警戒をしていてほしい。貴様の命令は、ブレットさん、今回だけ、お願い。
しっかり掴まれ。いいね。なんかなんだかんだで、こう、なんだかんだハンマーハンマーって感じですね。オッケー。外だ。お、完璧に出てきた。いいか。貴様に手を貸したわけではないからな。僕は情報屋のところへ行き、隊長が帰っているか確かめてくる。ありがとな。助かったよ。嘘と本当がごちゃってなって溢れてる。いいね。ツンデレですから。もやもやする。嫌な気持ち。あ、外がね。早く、なんとかしないとな。ちょっと怖、危ねえ。ちょっと一回セーブする、一回セーブします。あー、ちょっと待って。一回セーブします。ちょっと、さっき一体だから倒せたけど、ちょっとこの人数になるとちょっと厳しいね。ちょっとかわしていきましょうか。情報や景気体。この家かな？景気体いないね。ちょっと大きな剣欲しいんだけど。大きな剣だ。くっそ、もらえねえか。情報屋の二人のとこ行くか。あのごちゃごちゃ動くのうぜえな。あ、鍵閉まってる。ちょっとさ、これ回復できない？少し休んで。いけないか。お、休める。よっしゃ、オッケー。回復、オッケー。これさ、レベル上げとかする必要ありますかね？これさ、セーブデータ。あ、20枚しかない。どうだろう。これ、終わるまで行くかな？俺、そろそろ終わりだと思うんだけど、感覚的にどうだろう。どこだ？裏路地か、やっぱり。あ、え、これ、大丈夫？これは？おいはもうほとんど体が、一瞬だけはつく。あ、違う、よかった。よかった。これ以上人足、お、あ、隊長さん！やっぱ隊長？死んでるの？ねえ、また死んじゃったの？おい。こいつは、やだ、やだよ、隊長さん！この感覚は、私は、一度死んだな。なんだそれ。不死身お前、それがお前の能力か。おはよう隊長さん、血は吸われてないか？ドラゴンの血はあまりビビではないということか、ビミではないということか、新しい知識だ。あの、隊長さん？幽霊？お化け？ゾンビ？まあまあ、そうなるよな。まあ、ドラゴンが正しいんだけどな。私は不死のドラゴン。アンデッドだ。それがお前の能力か。なるほど。ドラゴンには一人に、まあ一匹につき一つ特殊能力があると。なるほど。不死？死なないんだよ。この人はな。刺されようが、焼かれようが、見られようかな。死なない！でも、今復活したばかりだからあんまり動けんだろう。ああ、そうだな。私を襲ったのはあの少女だった。やっぱりか。完全に油断をしてしまっていた。気がついたらご覧の通りだ。血だらけだ。私を襲った後は奥の方へ行き、突然倒れた。その後にもう一人。あとは俺たちに任せておけよ。しかし、こっからは俺たちの専門だからな。少しこのまま休らせてもらう。ごめん、休ませてもらう。何かあればすぐに行くぞ。このまま寝るのかよ。刺されっぱなしだぞ。どうでもいいんだろうな、もう。行くぞ、エピ。うわーっとーおっとっとーお自動で済むのか。さっきぶりだな。結局、出て行かれなかったのですか？僕はちゃんと忠告しましたからね。殺されて、血を吸われても文句は言えませんよ。わかった、もう完全に理解した。キースは、レイチェルのお守りだ。で、レイチェルは、どうなんだろう、自分でも気づかないレベルで夜は行動しちゃってるのかな。そういうことなのかな。うん。って感じかな。お守りか。で、おそらく血を吸った後には、寝てしまう。うん。そういうことだ。まず聞こう。お前がヴァンパイアか？これは違うだろ。そうですよ。僕がヴァンパイアです。昨晩、女性を襲ったのは、僕、ですよ。もう嘘を吐くのはそれくらいにしておけ。やっぱりそうだよな。お前と初めて会ったのは朝。すでに日が昇っている時間だった。それに、キッチンの奥の部屋に、雑に隠されていた日記の続き。あれによれば、完全にヴァンパイアの血を受け継いだのは片方だけ。嘘？嘘じゃないですよ。
昨晩彼女を襲い血を吸ったのは僕だ。飲み込まれるぞ。嘘に疲れてるな。町の住人や父を襲ったのも僕だ。父も襲っちゃったのか。全部僕がやった。レイチェルは何もやってない。あ、完全に嘘に疲れた。かっこいい。くー、疲れちゃったか。嘘に、右下のアイコンも上のアイコンも、うわ、聞かれていないことまで言うもんじゃない。慣れてないならそんなにたくさん嘘を吐くもんじゃないぜ。エフィ、やだ、こんな大きくて悲しいのやだ。じゃあこのまま嘘に飲み込まれて沈んでいくのお前は待つのか。それもやだ。お前がやらなきゃお前にしかできないことなんだよ。俺も嘘吐きだからな。もう二度と嘘なんか吐けないように食い尽くしてやれ。やる。あ、ボス戦かー。セーブしたかったけど、いいでしょう。これが最後かな。みんなちょっと BGM 聞いて。いや、このゲーム本当に BGM いい。なんかこの胸打たれる感じ、いやマジでいいぞ。あー、ごめんなさい、すいませんすいません、申し訳ない。いやマジかよ。これさ、このキースは死んじゃうのかな。どうなんだろう。じゃあ戦っていきますか。一旦小さな嘘からやっていこう。ちょっとじゃあトリプルナイフを見てみようかな。ナイフを3回投げる。あ、トリプルナイフは見たか。ちょっとじゃあトリプルファイヤーやってみますか。たくさん火を吹く。うん、語彙力の低下。やっていこう。うん、どうしよう。一旦遠吠えしていい？遠吠えしよう。遠吠えします。嘘つきのアタック。なら。小さな嘘じゃなく嘘つきなんだね、名前が。なるほど、トリプルナイフは3回ナイフ投げるんだね。トリプルナイフで嘘つきをやろう。で、スキルの、トリプルファイヤーで全体に入ってくれるから、これで小さな嘘も倒せるでしょう。いやー、なんか、そうだね、キースは、ヴァンパイアの血を濃くは受け継がなかったんだ。うーん、なんか、誰が悪役ってわけでもない、この、ねえ、このどうしようもない、この感じ。嘘つきのアタック4。うん、強いね。うん、こっちが強い。ナイフ投げた。あ、でも嘘つきも強い。2000か、HP。なるほど。スタンガンとかしてみますか。ビリビリの攻撃。これはファイヤーでいいよね。攻撃力上がってるんでね。防御力も HP と、まあ、装備がいいし、防御力もそこそこレベルが高いんで、いいかな、あれを。うん、トリプルナイフの方がいいかな。トリプルナイフ投げていこう。スキル、ファイヤー。オッケー。うん、いいね。いいダメージ。いやー、本当に、ねえ、なんか、急展開ではあったけど、アタックでいこう。なんか、本当に誰が悪いとも言えない、悲しい感じだったね。どうなっちゃうんだろう。でも、まだこれで最後じゃないか。レイチェルが、これからどうしていくのかとか、この嘘つきを倒した後、嘘を食べるじゃん。その後、キースは無事なのかとか、いろいろ気になるところあるね。これで終わるかな？ミスか。オッケー、じゃあ、仕留めますか。嘘食べよう。ラスト、これでラストだ。キー、クイックから。HP も美味しいと。あ、XP か。レベルが上がりました。FE のレベルが上がりました。実績のロック解除、ムキムキドラゴン。どういうこと？攻撃ばっかしてたからかな。泣いてる？全部食べてあげるから。レイチェル？え？あ、
これ回想シーンかな、父親を殺しちゃったところ。そうか、父さんはずっと秘密にしてたんだ。うん、陽気と血を吸えて元気と。うわ、ヴァンパイアは動物の血でも少しは大丈夫なんだろうか。それで人を襲わないように狼を襲いに行ってて、それのお守りをしていた。なるほど。はは、僕にも少しは人の血が流れているからな。ん？自分の血、レイチェル、昨日の夜、人を襲ったのか？ん？昨日の夜は、寝てた？あれ？私、寝てたよね？そうかい？いや、なんでもない。きっと、狼が街に入ってきてたんだ。あ、嘘だったんだね。レイチェルを、騙すために、レイチェルは何もやってないよってことを言い聞かせるための、嘘だったんだ、狼は。レイチェルも気をつけないとね。ん？お兄ちゃん？いや、ごめんね。首を絞めてしまって。ちょっと変な気分だったんだ。なるほど。言ってたな、首を絞めるのが。その時はお兄ちゃんがただのサイコパスだと思ってたけど。なるほど。首絞めて殺そうとしたのかな。周りに被害を出さないために。で、きっと、殺せてたら、キースも自殺してたんだろうな。まあ、妹思いって言ったら妹思いだし、なんとも言えないね。ん？住人は、あの一件から、みんな逃げるように出て行ってしまった。町の周りの動物も、狩り尽くしてしまった。だから動物一匹もいないって言ってたね。狼どころか動物一匹もいないって言ってたもんね。僕の血だけでは、追いつかない。残りも少ない。どうすれば？人？旅人か？そのタイミングで俺らが来たんだ。夜、つい居眠りをしてしまった。レイチェルが外に出ていた。ああ、居眠りしてたね。あん時、鍵かかってたけど、もうレイチェル外にいたんだ。外で見つけたのは、寝てるレイチェルと、人の。いつから嘘だと？まあ、探偵だと偽って話を聞いたあたりには。戻ってきたね、今に。よかった、キース無事だったんだ。それだけはよかった。それに、お前は嘘を吐くとき、微笑むのが癖になってる。そういう癖には気をつけた方がいいぜ。なるほど。さすが嘘吐き常習犯。はは、あなたも今の方が自然体で素敵ですよ。まあ、疲れるからな。しかし、すぐ見えるようなところに資料が置いてあったしな、お前は。そうですね、誰かに止めて欲しかったのかもしれません。そうだね、そういうのもあったのかもな。その部屋にあって、もう棚にすぐあったり、図書館に写真が置いてあったりとか。そんなのただのわがままだと分かっていたのに。あの掟に抵抗があり、父も僕もレイチェルに手をかけることはできませんでした。しかし、この結果を見れば、あの掟は正しかったのでしょう。あの掟っていうのは、ヴァンパイアを殺すっていう街の掟かな。しっかり償わないといけませんね。この街も本当に空っぽになりますね。そういえば、また血濡れのようですが、僕の服でも良ければお貸ししましょうか？いや、あいつらが起きる前に街を出たいんだな。助けに行ったら、いきなり投げられた。隊長さん倒れたし。投げられた？何よ、もう怖かったし、何なのよ。しかもクッキーの話も、レヴィンが言ってたけど、嘘じゃないのよ。とか言ってたけど。いうこと？ん？どういうこと？かな。さあ、何のことだろうな。そろそろ行くか。眠い。またあの道歩いていくの？いや、嫌なら置いていく。嫌じゃないです。教育。
お気をつけて。さようなら。ねえ、おんぶしてよ。ごめん。じゃんけんだ。お、じゃんけん。じゃんけんに勝ったらいいぞ。最初より信頼関係が築けてる。わかった。行くぞ。じゃんけん。ライート。終わりかな。これで終わりと言ったところですか。いやー、クリエイティッドバイ三輪芝さん、いやー本当にいい作品ありがとうございました。ということでフィーナーレオ、いやーいいゲームだったね。なんか1時間近くで終わるって言われて、まあ俺結局最終回かな、パート4がこれが最終回になったんだけど、もう結局結構長めになっちゃったけど、まあ4つのパートで終わりというところで、どうでしたかね皆さん、見ていただいてるのかな。まあ見ていただいた方は本当にありがとうございます。ここで一旦ライトの実況は一段落という形になります。本当になんかこう完全な答えはこう、Thank you for playing. いやいや、こちらこそありがとうございました。BGM も良くてお話も綺麗で。いや、非常にいいゲームだったね。ねえ、次どこ行くの？お、最後だね。そうだな。歩かなくても行けるところがいいな。たくさん遊べるような場所がいいな。それか、面白い場所。レオ、私がね、もっと頭が良くなったら、レオの嘘も食べてあげるね。まず、文字を読めるようになってから、ごめん。まず、文字を読めるようになってから言えよ。えへへ。なんでそんな楽しそうなんだ。エンドと。血濡れだね、二人とも。結果じゃんけん、負けたんだね。この絵見る限り。いやー、よかった。いい作品だわ、本当に。もうそれしか言ってないね。それしか言ってない。エンドトークが苦手。でですね、そういうこういう話は苦手だね。いやー本当にありがとうございました。ということで、まあ1時間で終わるって最初言われてたけど、俺のなんか無駄な話とかいろいろあってパート4まで来て、いやー終わることができました。最終回でした。どうもありがとうございました。ということで、まあちょっと決めてないんですけど、まあ次ライト2、3もあるから、もしかしたらそっちやるかもしれないし、別のゲームやるかもしれません。うん、じゃあここまで見てくださった方本当にありがとうございました。できればチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。とこれで終わりかな。じゃあエンターをして、ライト to be continue、 実績のロック解除。ねえ次どこ行くの。いいねー。ん、なんだこれ、何これ。ああ、なるほど。音量の調節とか。ああ、なるほど。ん？ああ、トラックだ。はい。なるほど。いやあ、本当に。素晴らしかったです。ということで、まあ、終わりにしようかな。記念館。本当にここまで見てくださった方ありがとうございました。ということでこの辺で終わりにします。それではまた次回作にご期待ください。レンウでした。バイバーイ。